はい、片谷明さん、よろしくお願いします。まあ、お忙しいですからね。はい、よし、皆さんこんばんは。しかもなんか斜めに置いてたから傾いて漏れてたっていう、もう考えられない事態です。さらにあの多角種除去装置アルプスは動かしては止まり動かしては止まり、一体何やってるんですか。東電は規制庁は今日その東電にしっかり管理しろと言ってきたそうですが、これだけ汚染水を漏れ出してるのを繰り返している東電を処罰することだってしないじゃありませんか。さらには柏崎刈羽原発の再稼働申請の書類審査も始めたという話です。そんなことやってる暇があったら汚染水対策もっともっと人を書くべきなんじゃないですか。だいたいこうやって東電存続させて汚染水対策させているからコスト優先の対策になってしまうんです。東電破綻も含めて本当に政府がイニシアチブ取って汚染水対策しろ。もうすぐで大井原発が止まって再び稼働ゼロになってから1ヶ月経とうとしています。もう一機も動かさない、動かすようさせない、その声大きく上げていきましょう。私頑張ります。
のスピーチの方お願いします。皆さんこんばんは。